まずはイーグルスの先発菅原が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。まっすぐですね。はい、低めにストレートが決まっています。2ボール2ストライクです。さあ6球目は何か。入っている大城、まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー菅原、そしてキャッチャーは堀内。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。これから2回バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。寺岡が2番手としてコールされています。大きく点差はありますが、序盤からの登板ということになります。打席には4番バッタージョーンズ。大きなスイングですが空振り。外へのカーブ外れました。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。初球ボール落としてきましたが、これは外れます。いいところに決めましたね。はい、変化球が決まっています。この球は外れました。フルカウントになります。空振り。ここはランナーを変えさせません。これから3回バファローズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。西口がマウンドに上がります。大きく点差はありますが、序盤からの登板ということになります。ファウルです。アウトコースへのカーブはボールです。9番に入っている西浦、ワンアウトランナーありません。外に決まりました。の先発西口が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。さあバファローズ打線相手にどんな、小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。バッターボックスには3番吉田。ツーアウトランナーありません。この回の西口4球で2アウトにしています。
すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうです。これから4回バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。渡辺がマウンド上に上がっています。バッターは吉田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。最初は変化球で来ました。直球で決めました。ボールになります。ファウルになります。は今日 DH に入っているロドリゲス。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズランナーが出ました。インコース決まった。フルカウントになっています。これはバット出ず三振です。イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の引き地。アウトコース見送っています。キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球キレがあります。ファウルになります。ここは落としてきました。これもファウル。バッターボックスには9番西浦。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。落ちる球を持ってきました。バファローズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。佐藤がマウンドに上がります。打順は4番ジョーンズ。先ほどの打席は敬遠です。最初は変化球できました。いいボールですね。はい、低めのストレートストライク。バッターボックスには指名打者のロドリゲス。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは鈴木。打席には6番バッター中川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズダブルプレーでランナーなくなりました。3球目は何で来るか。スライダーできました。ワンボールツーストライクです。
見逃し三振。スリーアウトチェンジ。さあリードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。まあここからどういう継投するかでしょうね。ベンチは当然考えてると思いますよね。はい、継投策ベンチ見逃して三振になります。